ても風が強い日の農場。見て、テリーはバスターに何か見せたいものがあるみたい。やあ、熱気球のモンティだ。テリーの昔からの友達なんだ。挨拶して、バスター。風船のように空中に浮かぶのはとても楽しいに違いない。でも、風が出てきたよ。モンティが飛ばされてしまわないといいけど。そんな、ロープが切れてモンティが風に飛ばされてる。急いでバスター、モンティを追いかけないとどこに行っちゃうかわからないよ。モンティはとても高いところにいる。どうやって下ろしてあげる？見て、ロープだ。バスターは何を思いついたんだろう。みんな急いで、先回りしないと。バスターは何をするんだろう。そっか、投げ縄。ロープで捕まえて、カウボーイ。あ、惜しい。でもモンティはまだ流されていくよ。モンティを救う方法はあるはず。バスター、何があったの？アイスクリームトラックのイギーだ。たくさんの風船をつけてるね。バスターの考えはきっと。見て、バスターは風船を全部自分につけて空へ飛んでくよ。その調子バスター、君ならできるはず。モンティを捕まえるんだ。あとちょっと。あとちょっと、あとちょっと。捕まえた。よくできたね、バスター。危機を乗り越えたね。モンティはとても感謝してる。モンティ、今度はしっかりとつながれてる。あの風船のように飛んでいくことはないね。よくやったね、バスター。今日の公園は風が強い。バスターとパパバスが遊びにやってきたよ。パパはバスターにとっておきのものがあるって。なんだろうね。見て、カイトだ。バスターは飛ばす準備万端。パパバスがカイトを空へあげるよ。うわぁ、あんなに高く飛んでる。さすがバスター。見て、熱気球のモンティだ。そんな、強い風が吹いてカイトが飛ばされちゃった。モンティに引っかかってるけど、モンティは気がついてないね。大丈夫バスター、パパに考えがある。おっと、気をつけてパパ。わあ、ナイスヘディング。さすがバスター。バンディットとアッシュは2人がどこかに行っちゃって不思議そう。バスターはモンティの注意を引こうとしてるけど、前を見てない。気をつけて。あらまあ、バスター、泥の水たまりに突っ込んだね。泥にはまっちゃった。パパがバスターを引っ張り出し、いいチームワーク。そんな、道路が木で塞がれてる。でも大丈夫。パパバスは木を飛び越えるよ。そしてバスターは木の下を滑り抜ける。うわー、かっこよかったね。急いで、モンティだ。パパに何か考えがあるみたい。二人は大きな泥の水たまりを走り抜けてるよ。何してるんだろうね。二人が泥にカイトの絵を描いて、モンティはやっとカイトが自分に引っかかってることに気がついたよ。あらら。バスターはカイトを取り戻したよ。ありがとう、モンティ。しっかり握って、バスター。ふう、また飛ばされるところだったね。バスターとスカウトだ。泥で遊んでとても楽しそう。でも、しまった。かわいそうにスカウト、気分が悪いみたい。大丈夫。また明日一緒に遊べるよ。バスターはお家でお菓子を食べる。でも、あらら、リンゴを食べる前にタイヤの泥を落とさなかったね。あまり綺麗じゃないね。泥の跡がそこら中にいっぱい。次の日の朝、ママがバスターを起こしにやってくる。でもそんな、バスターは気分が悪そう。かわいそうなバスター。あらまあ、熱があるよ。
今日はお家で休まなきゃ。お薬を飲むよ。マスターは薬が好きじゃないけど、ママはそれで良くなることを知ってる。ね、大丈夫でしょ。バスター、あとはゆっくり休むだけ。次の日の朝、バスターは随分元気になった。スカウトも元気になったよ。また二人は外で遊べる。でも待って。ママがもう病気にならないよう手洗いをするように言ってるよ。よくできました。ママに考えがあるよ。病気にならないようマスクをつけよう。よかったね。これでバスターとスカウトは無事に外で遊べる。また元気になって二人はとても喜んでる。ババスとバスターは丘をドライブしてる。見て、鹿の赤ちゃん。何から逃げてるんだろう。列車のトラクソンだ。でも何か変だよ。トラクソンは止まれないみたい。急いで、バスターとパパバスは助けに行く。そんな、トラクソンは加速してる。パパバスはパトカーのオフィスを呼ぶ。緊急事態。わあ、線路に枝が落ちてる。パパバスが飛び込んで枝を払う。やったね、さすがパパバス。これから先、線路が分かれてるね。パパバスとバスターはレバーを引いて方向を変えようとしてる。そんな、テリーが線路を渡ろうとしてる。早くレバーを引いて。危なかったね。トラクソンがぐるぐる回ってる。目が回っちゃったね。危ない、ぶつかっちゃう。ふう、危機一髪だね、パパバス。バスターに考えがあるみたい。トラクソンを丘に向けて走らせよう。丘を登ることで速度が落ちてるよ。止まった、やった、さすがバスター。そこにちょうどオーティスが到着。緊急事態って一体。遅かったか。バスのバスターだ。見て、かわいい小さなイースターバニーを見つけたよ。わあ、バスターがバニーバスに変身した。バニーダンスを踊ってくれるよ。ぴょんぴょんぴょん。次に尻尾をフリフリ、上手。次にウサギみたいに高く高くジャンプ。それからお花をフリフリ。できたね。とても楽しかったね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。とても上手。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。ぐるり回ってお花を振るよ。やったー。やあ、車のスカウト。バニーダンスを覚えたいんだね。準備はいい？ぴょんぴょんぴょん。尻尾をフリフリ。そうそう。そして高く飛ぶよ。思いっきり。お花を振って。そうそう。スカウトはもう覚えたね。じゃあこれを見て。左にフリフリ。右にフリフリ。何度もフリフリ。ね、面白いね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。その調子。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。あれれ、全部バスターの夢だった。でもいいや、楽しいダンスができるようになったもんね。見て、スカウトだ。バスターもいるよ。
鬼ごっこをしてるみたい。バスター何かを見つけたよ。わあ、迷路だ。スカウトが中に入ってる。さあバスター、スカウトを見つけて。スカウトはどっちに行ったんだろう。いた。二人は迷路の中をぐるぐる回る。バスター、次はどっちに行く？こっち。あ、見て、黄色いお花。綺麗だね。何度か曲がって、次はどっち？こっち。ちょっと待って、またあのお花だ。バスターは一周したんだね。来た道を戻ったら出口に着くかな。スカウトだ。スカウトも迷ってるみたい。わあ、バスターとスカウトはばったり会ったよ。よかったね。でも出口を見つけなきゃ。スカウトはバスターの上でバランスをとってるよ。出口が見えるかな。見つけた。さすがスカウト。二人は出口まで走る。でもどっちだろう。あらら、まだ迷ってるね。見て、タイヤの跡。これを出口までたどればいいね。よく思いついたね、バスター。またあのお花だ。あとちょっとで。やった、出口だ。チームワークのおかげ。見て、スポーツカーのリタ、迷路の中へ走っていったよ。きっとバスターとスカウトが一緒に出口を見つけてあげることになりそうだね。やあバスター、何を持ってるの？アイスクリーム。とても美味しそうだね。おや、どうしたのバスター？歯がグラグラしてる。これは良くないね。甘いお菓子の食べ過ぎかもね、バスター。あらまあ、とても痛そう。かわいそうなバスター。いい考えだね、ロビン。バスターは歯医者さんに行って抜けそうな歯を見てもらうといいね。大丈夫バスター、そんなに怖くないよ。美味しそうなロリポップ、でも抜けそうな歯には良くないと思うよ。うわー、今のは痛そうだったね。リンゴはどうバスター？それほど甘くないよ。あ、バスターはもう何を食べるのも怖いみたい。おやまあ、歯はまだ痛いね。かわいそうなバスター、何かしないとね。そうそう、ロビン、助けを呼んできて。誰か来たよ。救急車のアンバーだ。彼女ならどうしたらいいか知ってるはず。怖がらないでバスター。アンバーが助けに来たよ。勇気を出して、口を大きく開けて。さあバスター、大きな口を開けて、アンバーに歯を見せて。どれどれ。とても痛そうだねバスター。最初の乳歯が抜けかかってるみたい。大人の歯に生え変わるから心配しないで。ここはアンバーに任せよう。歯ブラシ、歯磨き粉をチューブから絞って、右へ左へ歯を磨こう。上手だねバスター。ピカピカになったね。そしてお口をすすいで。歯を磨くことはとても大切。よくやったねバスター。アイスパックで痛みが和らぐよ。ほらね、そんなに怖くなかったでしょ。ありがとうアンバー。わあ、見てバスター、グラグラしてた歯が抜けてる。これでもう大丈夫。新しい歯にすぐ生え変わるよ。よくやったねバスター。とっても勇気があったね。わあバスター、あの赤い風船を見て。捕まえてみたら。惜しかったねバスター。でも遠ざかってるよ。ああバスターは悲しそう。あ、ねえコマドリさん、君ならあの風船を捕まえられるかも。捕まえたよ。ありがとうロビン。素敵な風船だねバスター。あ、見て、もう一つ風船があるよ。これは緑色だね。急いでロビン捕まえて。はいどうぞ。風船が二つになったねバスター。わあ、あのカラフルな風船を見て。何をするかは分かってるよねロビン。バスター、風船と一緒に空中に浮かんでる。ロビンはバスターを見失ったよ。バスターはあそこだよロビン。飛んでる。大丈夫だよバスター、怖がらないで。ここからの眺めを見て。テリーはクラクションの音がどこから来てるか分かってないよ。上を見てテリー。
鳥かな、飛行機かな、違うよ、バスのバスターだよ珍しい光景でしょ。ねえバスター、もうとても高いところまで飛んでるよ。地上のテリーはとても小さく見えるね。バスターは怖くなってきたみたい。宇宙まで飛んでいかないようにねバスター。ロビー、助けてあげなきゃ。いい考えだね。風船を割ればバスターはきっと降りてくるね。どうしよう、バスターがものすごいスピードで降りてきてる。大丈夫バスター、地上はもうすぐ、あと何個か割ればいいはずだよロビン。よーし、着陸。地上に戻ってきたバスター、嬉しそう。バスター、飛ぶことはロビンの仕事みたいだね。あれ、ロビンはどこに行ってるんだろうまた風船。今日のバスターはもう風船にはゴリゴリみたい。バイバイバスター、バイバイロビン。バスターとロビンだ。バスターはチューインガムが大好きみたいだね。あれは何？瓶の中の手紙、なんだろう。わあ、宝の地図だ。バツ印が宝の場所だね。バスターとロビンは埋もれた宝を探しに行くよ。さあどこに行けばいいんだろう。桟橋がここで、見て、無人島だ。見つけたよそんな、海はサメでいっぱい。安全に渡る方法を探さなきゃ。見て、蒸気船のカトリーナだ。ビーチで動けなくなっちゃったみたい。押してあげれば海に戻れるね。そうそうバスター、よくやったね。よかった、カトリーナは海に出られたね。でもしまった、穴がある。修理しないとカトリーナは沈んじゃう。バスターに考えがあるみたい。チューインガムで何をしてるんだろう。ああ、バスターはチューインガムで穴を埋めてるよ。とても賢いねバスター。もうサメに襲われることはないね。さあ無人島へ到着。バスターは島に着いたよ。あとは宝物を探すだけ。ここら辺にあるはずだけど。あそこ、バツ印だ。バスターは穴を掘ってる。わあ、宝箱だ。見て、銀貨。バスターは何に使うのかな。見て、イグリーはカトリーナの穴を直してる。あ、バスターは銀貨でディグリーにお礼をしてる。ディグリーは新しい友達のカトリーナを修理してありがとうって言ってるんだ。なんて楽しい冒険。バスターとアッシュはビーチで一日を過ごすよ。ママバスとママ消防車はバーベキューの準備をしてる。バスターとアッシュは大きな砂のお城を作ってる。わあ、波が打ち寄せてくる。急いで、砂のお城が崩されちゃうかも。アッシュがどうにかしようとする。砂の壁を作ってお城を守るんだね。いい考えだねアッシュ。見て、アイスクリームトラックのイギーだ。やったそんな、アッシュの壁は波を止めることはできなかったね。お城が崩れちゃった。バスターはとても悲しがってる。でもアッシュにまだ考えがあるよ。バスターはとても落ち込んで手伝うことができない。アイスクリームを食べたら元気になるかも。何味がいいかな。わあ、とっても大きなアイスクリーム。おっと、動かないで。アッシュはまだ砂のお城を作り直してる。バスター、アッシュにもアイスクリームを持って行ってあげるといいね。でもバスター、アッシュの壁でお城が守られなかったからアッシュに怒ってる。バスターは自分だけでアイスを食べてるよ。わあ、アッシュは砂のお城をとても綺麗に作り直したよ。バスターはアッシュにアイスクリームを持ってこなかったことを申し訳なく思ってる。だから自分のをアッシュに分けてあげるよ。気をつけて、落とさないようにね。イギーは二人にアイスのコーンを一つあげる。これで二人一緒に食べられるね。うん、おいしい。やあバスター、
あ、サッカーボール。見て、スカウトだよ。遊びたいみたい。いいキックだね、バスター。上手だね、スカウト。道を走ってるのは誰？トラックのトニーだ。おやまあ、バスター。ボールを蹴る先を見なきゃ。トニーが来てるよ。わあ、痛そう。トニーは大丈夫だといいけど。バスター、もっと気をつけないと。釘があるよ。しまった。バスターのタイヤがパンクしちゃった。見て、スカウト。トラックのトニーは助けがいるよ。助けと言ったら、もちろん、救急車のアンバー。さすがスカウト。今日はいろんなことがあったね。早く良くなるといいね、トニー。おや、バスター、とても痛そうだね。心配しないで、ただの事故だったんだから。トニーは無事で、アンバーももうすぐ帰ってくるから。バスター、アンバーだよ。修理してもらおう。バスターはガレージへ行くよ。あは。おや、トニーは元気そう。バスターは新しいタイヤをつけるよ。これで大丈夫。バスター、事故は起こるもの。次は気をつけてね。ナイスキック、バスター。ああ、また転がっていく。バスターはもっと注意してる。左を見て、右を見て。そうそう、それでよし。よくできました、バスター。こっちこっち、バスター。バスターはロケットになって宇宙へ行くよ。5、4、3、2、1、発射。バスターは飛んでいく。着いたよ、バスター。もう宇宙だよ。なんて素敵なところ。バスターは宇宙の探検に出かけるみたい。あれを見て、赤い惑星だ。近くに行って見てみよう。やあ、宇宙の小さな友達。エイリアンはバスを見たことがないはず。今度はどこに行くの、バスター？わあ、黄色い惑星。大きな輪っかがとても綺麗だね。あれを見て、バスターは輪っかをドライブするよ。どれだけ速く走れるかな。うわー、とても楽しいね。バスター、今度は何を見たの？紫色の惑星だ。なんて大きいんだろう。うわー、バスターは惑星の周りをぐるぐる回るよ。紫、黄色、赤い惑星。でも待って、しまった、青い惑星だ。バスターはすごいスピードで飛んでる。衝突しちゃう。ああ、よかった。ただの夢だった。バスター、君は無事だよ。見て、スカウトが望遠鏡で夜空を見てる。覗いてみて、バスター。紫、黄色、赤い惑星が見える。あ、宇宙の小さな友達だ。晴れた日、バスターの家。見て、ママバスが足を怪我した子猫を助けてる。もう大丈夫、包帯で固定したよ。スカウトだ。バスターと一緒に学校に行くんだね。二人は校庭で遊んでる。そんな、スカウトのタイヤに傷がついたよ。バスターに考えがある。何をするんだろう。バスターはスカウトのタイヤをトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしたよ。もう大丈夫、さすがバスター。アッシュも包帯を巻いてってお願いしてる。今度はスカウトが他のタイヤにも包帯が欲しいって。でも、もうトイレットペーパーはないよ。
バンディットが何か企んでる。みんなトイレットペーパーを持って行ったよ。そこら中にトイレットペーパーを巻いてる。めちゃくちゃだね。みんなちょっと調子に乗っちゃったみたい。そんな、校庭がトイレットペーパーだらけ。先生はご機嫌斜め。ママバスがバスターを迎えに来たよ。先生が怒ってることに気がつく。バスターはママが子猫を助けてたみたいに自分もスカウトを助けようとしたことを説明する。ママが本物の包帯を巻いてあげるよ。さあおいで。見て、バスター、今日は学校に早く着いたよ。スカウトとディグリーだ。おっと、バスターはオイルで滑っちゃった。あらまあ、黒板が壊れちゃったね。スカートが滑ったよ。ふう、そんな、時計も壊れたよ。なんてこった。先生が来たよ。みんな急いで片付けないと。でも黒板はスカートには重すぎるし、ディグリーは文字を拾えない。バスターは時計を直そうとするけど、バラバラになってる。バスターに考えがあるみたい。仕事を取り替えっこしよう。スカウトが文字を拾って、ディグリーとバスターで黒板を持ち上げよう。スカウトは ABC がわかる。文字を元通りにできるね。次は時計。ディグリーが直せるね。機械の修理大好きだもんね。ほら、できた。間に合ったね。先生が来たよ。全部元通り。この文字以外は。時間も間違ってるよ。そして数字1、2、3、4、これで完璧。バスター、起きて。雪の結晶だよ。ということは雪が降ってる。わあ、本当に雪が降ってる。待って、でもクリスマスツリーがないよ。それじゃあダメだね。見て、コマドリさんだ。なんて言ってるんだろう。バスターについてきてほしいみたい。ああ、クリスマスツリー探しを手伝ってくれるみたい。ここの木は違うね。わあ、とっても素敵なツリーだ。バスターもそう思うみたい。大きな木だね、バスター。気をつけてね、バスター。おっと、揺れてる、揺れてるよ、バスター。あともうちょっと。わあ、これで OK。 バスターがガレージに持ってくよ。でも入るかな。とっても大きいよ。曲がるときは気をつけて、バスター。ああ、後ろを見て、バスター。木が落ちちゃった。後ろを見て。早く早く早く戻って、バスター。ああ、木が転がってくよ。早く追いついて、バスター。今度はライトの中を転がってく。バスター、早く。バスターは追いつくかな。見て、飛んでくよ。よかったね、バスター。これで安心だ。とっても素敵だね。見て、ペリーとスカウトだ。
バスターと一緒にお祝いをしに来たんだね。よく頑張ったね、バスター。ハッピーホリデー。バスターは親友のスカウトと遊ぶのがとても楽しみ。今日は何して遊ぶのかな。あ、おじいちゃんがラジコンを持ってるよ。まずはバスターが操作する。ブルンブルン、よく走るね。今度はスカウトが試したい。でもバスターはずっと操作してたい。あらまあ、スカウトがそれはずるいって。スカウトもやってみたい。あらまあ、二人はリモコンを取り合いしてる。二人とも車を操作したい。そんな、車はぶつかって壊れちゃったよ。もう遊ぶことができなくなっちゃった。バスターとスカウトはお互いに対して怒ってる。もう一緒に遊ばないって。友達と喧嘩するのって悲しいね。でも待って、おじいちゃんに考えがあるみたい。リモコンをスカウトに、車をバスターに渡してる。二人は協力して修理するよ。よかった、仲直りしたね。友達はいつでも許し合う。やったね。これで二人とも操作できるね。バスター、お家の外で泥水で跳ねて遊んでる。見て、おじいちゃんバスだ。おっと、二人とも泥だらけ。でもおじいちゃんに考えがあるよ。バスターをどこに連れて行くんだろうね。洗車だ。綺麗になるためだね。やった。あれ、もう洗剤がないみたい。あ、あった。おじいちゃんが洗剤を少し入れて、バスターが洗車をスタート。いってらっしゃいバスター。あれれ、おじいちゃんバス、たくさん洗剤を入れたね。バスターが泡だらけ。いたずらだね。さすがおじいちゃん。次はおじいちゃんの番。バスターに考えがあるみたい。仕返しだね。おじいちゃん泡だらけ。おかしいね。あ、トラクターのテリーが洗車をしにやってきたよ。うわ、入れすぎはダメだよバスター。泡が溢れ出してる。あらら、泡に埋もれちゃったよ。オーティスはよく思ってないね。さあ、きれいにしよう。やれやれ、なんて一日。バスターとおじいちゃんはクリスマスのウィンターワンダーランドに来たよ。素敵なお店、見て。わあ、バスターはあのテディベアが欲しくてたまらない。おじいちゃんにプレイしていいか聞いてるよ。缶を倒すのに3回チャンスがもらえる。おっと、当たらなかったね。ああ、もう3回使い切っちゃった。バスターはもう一度プレイしてる。そんな、また当たらなかった。バスターは悲しそう。でもおじいちゃんがバスターにうまく投げるコツを教えてくれる。狙ったものを倒す鍵は時間をかけること。
まず大きく長い深呼吸、狙いを定めてかがんで投げろ。うわ、おじいちゃん缶を倒したね。今度はバスターの番。大きく長い深呼吸、狙ってかがんで投げろ。やったー、ナイスショットバスター。さあテディベアを取りに行こう。あらら、バスター焦りすぎちゃった。大きく長い深呼吸をするよ。狙ってかがんで投げろ。やったー、バスター成功。よくできたね。はい、景品をどうぞ。バスターはとても誇らしげ。バスのバスター遊びに来たよ。赤いペンキに気をつけてバスター。バスターペンキの上を走っちゃった。見てバスター、自分のタイヤで赤い線を描いちゃったよ。バスター何か思いついたみたい。上手上手、円を描いたんだね。円は丸くてバスターのタイヤと同じ形だね。今度は円に色をつけたねバスター。赤い円だ。あ、スカウト一緒に遊ぼう。形について学んでるんだ。スカウトは何の形を描いてるんだろう。正方形だ。青い正方形。正方形には同じ長さが4辺あるよ。やあディガー。バスターとスカウトと一緒に形を描きたくてディガーが来たよ。ディガーは何の形を描くんだろう。ディガーはバスターやスカウトより時間がかかってるね。大丈夫、ディガーはもうすぐ終わるから。三角だ。三角には3辺あるよ。黄色い三角。ディガーがこの形を描くのに時間がかかったせいでバスターとスカウトは居眠りしちゃった。二人とも起きて。他にどんな形があるかな。緑の長方形。上手だねバスター。金色の星。とても綺麗だねスカウト。そして可愛いピンクのハート。ディガーはダイヤモンドを描いてるよ。わあ、いろんな色が流れていくのを見て。綺麗な虹色のダイヤモンド。いろんな色のいろんな形。形を学ぶこととっても楽しかったね。今日学んだのは正方形、円、三角、星、ハート、長方形、ダイヤモンド。みんなよく頑張ったね。学校は終わり。スカウトがお世話をしてきた学校のお花を返すよ。次にお家に持って帰って世話をするのは誰？やったね、バスターの番。バスターはお花を大事にしようととてもゆっくり走るよ。スカウトとアッシュ、またね。わあ、気をつけてバスター、危なかったね。バスターはお花の世話をするのがとても嬉しくて絵まで描いたよ。夕食にもお花を持ってきた。お花は人参を食べないと思うけど、バスター、強く育つためにはお花は水がいるんだよ。でももう寝る時間。おやすみお花。次の日の朝、バスターは学校へ行くのがとても楽しみ。でも気をつけてバスター、お花を落とさないようにね。そんな、お花がめちゃくちゃになっちゃった。何してるのバスター。バスターは怒られると思ってお花を隠してる。バスター病気のふりをしてる。でも熱はない。でもママは分かった。バスターは潰れたお花を持って学校に行きたくない。みんなをがっかりさせると思ってるんだね。でもママにいい考えがある。新しい鉢に入れてあげよう。ほらね、前よりももっと素敵。
完璧だね。バスターは無事にお花を教室へ返す。新しい鉢植えにみんなとても喜んでる。よくできたねバスター。今度お世話をするのはアッシュの番。やった、バスター、ハッピーホリデー。あれれ、なんかバスター楽しそうじゃないね。様子を見に行ってみよう。バスターは退屈そうだね。やることがなくなったのかな。あ、みんな聞こえた。そう、バスターの友達のコマドリさんだよ。でもどこだろう、みんなわかる。大きなため息だねバスター。あ、見て、いたよ。しかもバスターの飾りを持ってるよ。バスターについてきてほしいみたい。バスター、行ってきなよ。ん？マフラーを持って帰ってきたよ。いいアイデアだねバスター。二人で雪だるまを作って。タイヤで雪をかき集めてるよ。賢いねバスター。すごい、もうできてきたよ。それから頭も。コマドリさん、ありがとう。雪だるまにはマフラーがないとね。その炭たちは？そっか、コマドリさんが他に何か探しに行ったよ。あ、花の人参だ。素敵な雪だるまだね。でも何か足りないね。わあ、すごい風。見て、バスターたちのところへ帽子が飛んできたよ。足りなかったのはこれだ。よくやったねバスター。コマドリさんもそう思うみたい。わあ、すごい、雪だるまが起きたよ。バスターはすごく嬉しそう。これでバスターはコマドリさんだけじゃなくて雪だるまさんとも遊べるね。みんなハッピーホリデー。やあバスター、スカウトとドライブをしてるみたい。見て、配達トラックのトニーだ。スカウトとバスターはトニーについていくみたい。二人とも楽しそうだね。スカウトったら。バスターは前を見てないね。バスター、危ない。はあ、危なかったね。気をつけてねバスター。もう少しでトニーにぶつかるところだったよ。見て、道路に穴がある。トニーが穴に向かってる。ああ、穴のせいでトニーのドアが開いたよ。バスター、スカウト気をつけて。箱が今にも出てきそう。やっぱり出てきちゃった。トニーは気づいてないみたい。また箱が落ちてきそう。わあ、賢いよバスター。ナイスキャッチ。また落ちてきそう。すごいスカウト、よくやったね。ああ、気をつけてスカウト。スカウトが滑って道路から外れちゃった。スカウトの箱が木の上に。見て、トニーが赤信号で止まるよ。今のうちに。バスター、早く、時間がないよ。いいよバスター。あとは拾った箱をどうやって戻すかだね。スカウトが何か思いついたみたい。いいねスカウト、その木の板を使って移動させるんだね。なるほどね、これで箱を詰めれるね。二人ともよくできたね。さあバスター、ドアを閉めよう。青信号に間に合った。トニー行っちゃったね。箱をなくしそうになったことを知ることはないんだろうね。よくできたねバスター。そしてスカウトも。晴れた日の朝、バスターはとても嬉しそう。今日はディグリーの誕生日。バスターは誕生日パーティーが楽しみでたまらない。バスターは朝ごはんを急いで食べる。見て、スカウトだ。ラッピングされたディグリーのプレゼントを持ってるよ。渡すのが楽しみ。そんな、バスターうっかりプレゼントを潰しちゃった。ぺしゃんこになっちゃった。かわいそうなバスター。こんなことってあるよ。でも待って、バスターに考えがあるみたい。見て、
カウトが捨ててある段ボールを持っていったよ。マスターはお菓子を取っていった。木の棒もあったね。それにおしゃれな箱。二人は何をするんだろう。新しいプレゼント。でも中身は何だろう。マスターとスカウトはディグリーのパーティーへ急ぐ。遅れちゃいけない。ディグリーが待ってる。パーティーはもう始まってる。でもよかった、スカウトとバスターは間に合った。ディグリーはプレゼントを開ける。うわー、ピニャータだ。誕生日のディグリー、棒で叩いてね。せーの。もう一度パン。お菓子がたくさん。なんて素敵な誕生日プレゼント。泥だらけだね。泥の水たまりで楽しく遊んでいたみたいだね。洗わないといけないけど、バスターはそう思わないみたい。町のバスが来たよ。あら、汚れたバスターを見て呆れているよ。バスターは自分がどれだけ汚れているかやっと気づいたみたい。そうだよバスター、泥だらけなんだから。あれは洗車の看板かな。いいアイディアだねバスター。綺麗になるために洗車をしに行ったよ。かわいそうに、バスターは中に入るのが怖いみたい。確かにとても怖そう。頑張ってバスター、綺麗にならなきゃ、汚いよ。行け行け、バスターはやっぱり勇敢だね。1、2、3。あー、もう少しだったのにバスター。あれ、急いでるみたいだね。バスター、深呼吸をして。君ならできるよ。でも音がとても怖いね。頑張ってバスター、あともう少し。よーい、ドーン。やったねバスター。くすぐったいけど悪くないでしょ。出てきたよ。ねえバスター、大丈夫だったね。ピカピカで綺麗だよ。かっこいいよ。よく頑張ったねバスター。ピカピカ。洗車ってそんなに怖くなかったね。見て、バスのバスターだ。でもあれれ、眠たそうだね。道を外れたよ。しまった、バスターは泥にはまっちゃった。抜け出せないよ。かわいそうなバスター。どうすれば抜け出せるかな。次の日の朝、車のスカウトがバスターのガレージにやってくる。でもあれれ、バスターはいない。どこにいるんだろう。でも見て、泥の跡。スカウトは泥のタイヤの跡をたどってバスターを見つけに行く。ショベルカーのディグリーだ。スカウトがバスターがいないってことを伝えるよ。バスターを探しに行かなきゃ。スカウトとディグリーは一緒にバスターを探す。見て、お菓子が落ちてる。どこまで続いてるんだろう。うわぁ、なに？あー、なんだ、ロビン。スカウトはロビンにバスターがいないことを伝える。ロビンも一緒になって探すよ。みんなで協力すれば、バスターをもっと早く見つけることができる。かわいそうなバスターは寒くて心細い。スカウトは木の影を探す。ディグリーは岩の裏を探す。何を見つけたのロビン。タイヤの跡がある。あ、バスターだ。まだ泥にはまってる。ずっとここにいたんだね。ロビンはバスターを見つけたことをディグリーとスカウトに知らせに行く。バスターは丘のすぐ向こう。かわいそうなバスター、ディグリーとスカウトが助けてあげるよ。ディグリーとスカウトは協力してバスターを泥沼から引き出してあげる。
よかった。これでバスターは自由。バスターは助けてくれた友達に感謝してる。自分のガレージでもう安心。大変。バンディットバスがキャンディー屋さんに盗みに入ったよ。泥棒。パトカーのオーティスだ。盗まれたキャンディーを調べに来たよ。バンディットバスはあっちに行ったよ。オーティス、オーティスはバンディットが逃げるのを見なかったみたい。いい考えだね。オーティス、落ちてるキャンディーをたどるんだね。これでもう誰が盗んだかわかるね。いた。止まるんだ泥棒。見てオーティス、もっと証拠があるよ。このままキャンディーをたどって。バスのバンディットはたくさんのキャンディーを落としてる。やあバスター、そのキャンディーは君のじゃないよ。バスターはキャンディーが大好き。しまった、キャンディーはバスのバスターのところまで続いてた。オーティスはバスターが犯人だと思ってるに違いない。オーティス違うよ、バスターは何もしてない。かわいそうなバスター、どうなるんだろう。オーティスはバスターを牢屋に入れてる。ああバスター。あ、スカウトが来た。スカウトならバスターを牢屋から出すのを助けてくれるかも。スカウト、バスターを助けなきゃ。バスターが無罪だって証明して。そうそう、スカウト、キャンディーをたどって本当の犯人を見つけるんだ。スカウト探偵、捜査を始めたよ。見つけた。バンディットバス、おもちゃ屋さんで泥棒しているところを発見。今度は逃がさない。バンディットバス、警察だ、止まりなさい。逮捕する。今度はことを正してバスターを牢屋から出すとき。バスター、出ておいで、君は無罪だよ。バンディットバスが牢屋に入るよ。ありがとうスカウト、君は優秀な探偵だね。君がいなければバスターはまだ牢屋の中にいたはず。残念バンディットバス、でも自分のしたことのせい。盗みは法律違反だよ。よくやったねオーティス。じゃあねバンディット。今日はなんて気持ちがいい日。バスターはちょっと暑そうだね。ねえ見て、スカウトがいいことしてる。アイスクリームを食べて涼もうバスター。美味しそうだね。バスター、聞こえる？この音はアイスクリームトラックのイギ。こんにちはイギ。バスターはアイスクリームを食べたいんだ。いろんな味があるよ。チョコレートチップ、スプリンクルが乗ったバニラ、トリプルタワー、ラズベリースワール、チョコレートソースがかかったストロベリーとバニラ。バスターはどれにするか決めたみたい。わあ、ありがとうイギ。おや、とっても早かったねバスター。美味しかったでしょ。もう次のアイスクリーム？やあディガー、アイスクリームの列に加わったよ。次のアイスクリームもできたよ。バスター、3つ目のアイスクリーム本当に欲しいの？バスター、アイスクリームが食べたいのは君だけじゃないよ。美味しそう。チョコレートスティック付きバニラアイス。列は長くなってる。バスターは4つ目のアイスクリームを注文してる。今度はチェリー付き。ねえバスター、もう十分でしょ。ディガーとビリーもアイスクリームを待ってるんだ。それに君は欲張りだよ。イギーもバスターに呆れちゃったみたい。バスター、もっとアイスクリームが欲しい？はいどうぞ。はは、見てアイスクリームのバスター。でもトッピングがいるね。甘いチョコレートスティックとチェリー、美味しそう。はは、バスターはこれで涼むことができたはず。あは、ビリーがチェリーを美味しそうに食べてる。ディガーも大きな一口。このアイスクリームバスター、とっても美味しい。バスター、次は欲張りにならないだろうね。とても美味しいアイスクリームをありがとうイギー。アイスクリーム最高だね。やあバスター。あれ、ちょっと疲れてるみたいだね。バスター、居眠りしちゃった。あ、これは何？ヒゲ？ウサギのような鼻？それに耳まで。イースターバニーバスターだ。似合ってるね。新しいウサギの尻尾、気に入ってそうだね。どこに行くんだろう。イースターバニーの仕事をしに行くんだといいけど。あれ？これは何？丘に開いた穴だよ。どこに繋がってるんだろう。反対側から出てきた。あ、見て、テリートラクターがお昼寝してる。見て、イースターバニーバスターがテリーにカラフルなイースターエッグをあげたよ。イースターの喜びをもっと広めに行くよ。この穴はどこにつながってるんだろう。
こっちだよバニーバスター。ロビンがぐっすり眠ってる。サプライズイースターエッグをもう一つ置いておこう、ロビンが起きた時のためにね。今度は別の穴に入っていくよ。誰だろう。ジープのジェシーだよ。わあ似てるね。イースターバニーバスターはジェシーが起きた時のためイースターエッグをもう一つ置いていくよ。イースターバニーのバスターなんて忙しいんだろう。届けるのは大切なお仕事。バニーバスター今度は誰にイースターエッグをあげるんだろう。ショベルカーのディガーだ。静かにバスター、起こさないようにね。ディガーのバケツにイースターエッグを入れたよ。いい考えだねバニーバスター。あれれ、イースターバニーバスターはちょっと疲れちゃったみたい。起きてバスター。ああ、イースターバニーバスターは全部夢だったんだ。イースターエッグが現実じゃないなんてがっかり。でもこれは何？イースターエッグだ。やった、本物のイースターバニーがバスターにイースターエッグを置いていったんだね。よかったねバスター。バスターとテリートラクターが来るよ。競争するみたいだね。バスターはとても自信がありそうだね。テリーは呆れてるよ。誰が勝つのだろう。行くよ。位置について、よーいドーン。行ったね。バスターがリードをしてるよ。頑張ってテリー、その調子。テリーはバスターほど速くないみたい。あれ、何をしてるの。もうバスターったら自慢してるよ。かわいそうなテリー。バスターは絶対に勝てると思ってるんだね。ゴールはまだだよバスター。頑張ってテリー、まだチャンスはあるよ。もうバスターダメだよ。テリーに優しくしなさい。気にしないでテリー、速さだけでは勝てないことをバスターに見せてあげて。バスターがもっと先に行っちゃった。泥の水たまりの中を走ってゴールに向かっている。やれやれバスター、暑いのはわかるけどまだゴールしてないじゃない。あそこを見て、リンゴの木だ。バスターは木陰でお昼寝をするみたい。バスターったら余裕がありすぎるんだから。あらま、バスターが寝ちゃった。あれを見て、テリートラクターだ。バスターを追い越したよ。バスターったら寝すぎだよ。ゴールに向かって走っていくよ。バスターがっかりするんじゃないかな。もう少しだよバスター。でもテリーはどこ。いたいた、テリーは先にゴールしていたんだ。おっちょこちょいだなバスター。あんなに寝るからだよ。それからあんなに自慢げにしてたらダメだよ。だってゆっくりでも頑張れば勝てるんだから。バイバイバスター。バイバイテリー。やあバスター。とてもかっこいいサメのポスターだね。バスターはとても疲れてるみたい。何の夢を見るんだろう。これは何、ヒレ、サンゴ。すごいよバスター、海の中にいるみたい。嬉しそうなバスター。海が新しい遊び場だね。綺麗だと思わない。頑張れバスター、空高くジャンプ。とても楽しいね。待って、これは何、巨大な魚。急いでバスター隠れて。違った、ちっとも大きくない。とても小さいよ。大丈夫バスター、心配なし。でも今度は何、サメのシャムだ。鋭い歯を見て。隠れてバスター早く。大変、小さな魚はバスターに回されちゃったせいでサメの方に一直線。サメのシャムはとても友達を作りたそうだね。でもみんな怖がってるみたい。急いで小さなお魚さん、バスターの影に隠れるんだ。ちょっと待って、サメは悲しそう。とても残念がってるよ。ねえバスター、あのサメはきっと寂しいんだよ。友達になりたかっただけ。遊び相手がいないんだね。そうそうバスター、声をかけに行こう。ほらね、ただ一緒に遊びたかっただけだよ。
バスターとシャムはとても楽しそう。海は鬼ごっこをしたり友達を作るのに最高の場所。一緒に仲良く遊んでる。あ、バスターは目を覚ましてる。ただの夢だったね。バスター、ヒレはもうないよ。またバスに戻ったよ。なんて楽しい海の冒険。見て、バスのバスターだ。なんか嬉しそうだね。あらま、雨が降ってきたよ。あ、怖い雷と稲妻まで。わあ、嵐だ。わ、バスター、スカウトに気をつけて。ああ、バスターが嵐を怖がってスカウトを雨の中置いてっちゃった。スカウトのタイヤが泥にはまっちゃったよ。あっちこっちに稲妻が見える。やれやれ。バスターはガレージに無事戻れたみたい。でもスカウトは？見て、スカウトに気づいたよ。彼女は泥に完全にはまったみたい。バスターは勇敢に彼女を助けることができるのか。スカウトは本当に出られないみたい。かわいそうにバスター、雷と稲妻がとても怖いんだね。君ならできるよバスター。わあ、雷がすごく眩しくて怖いね。やった、頑張ってバスター。スカウトを助けに行ったみたい。軽く押すだけでいいはず。やった、スカウトが助かった。なんて嬉しそうなんだろう。よくやったねバスター。でも雷はまだとてもうるさいね。でも見て、バスターは怖い雷を克服したよ。バスターとスカウトは嬉しそうに雨宿りしにガレージに戻ってるよ。あ、二人ともびっくりしたみたい。バイバイバスター。バイバイスカウト。やあトラックのトニー。トニーは前をよく見ていないみたい。あ、見て、カエルのフランキーだよ。挨拶しに来たんだ。気をつけてトニー。やれやれ、危なかった。あらま、トニーは荷物をいくつかなくしちゃったみたい。フランキー気をつけなきゃ、トニーに惹かれそうだったよ。やれやれ、なんていたずら好きのカエルさん。見て、トニーが荷物を落としていっちゃった。泡風呂の入浴剤だ。フランキーがいい考えを思いついたみたい。見て、歩いてる。今度はどこに行ってるの？ボトルから泡が出てきてる。ねえ見て、バスのバスターだよ。バスターはフランキーがどこに行くのか見てみたいんだね。もっと泡が出てきたよ。シャボン玉のメガネをかけてるみたいバスター。やあスカウト、シャボン玉の冒険に一緒に行かない？スカウトは泡で遊びたいって。そこら中にシャボン玉が飛んでる。わあ、その帽子いいねスカウト。ヒゲが面白いねバスター。ランキーはあの湖に向かってるみたい。このいたずら好きのカエルさん、考えがあるんだね。湖の中へ入るよ。見て見て、そこら中シャボン玉だらけ。わあ、泡風呂ができたよ。ふわふわの泡、見て。バスターとスカウトも飛び込んでみな。シャボン玉の中で遊んでとっても楽しそう。フランキーが泡の湖のキャプテンみたい。スカウトが大きな泡のしぶきを立てるよ。そこら中シャボン玉でいっぱい。あれ、フランキーはどこに行ったんだろう。いたいた。そろそろ帰る時間。バイバイフランキー、シャボン玉の冒険をありがとう。わあ、クリスマスコンテストが始まるよ。ランディットが一番目、マジックをしてる。上手だねバンディット。おや、バスターは緊張してる。舞台負けしてるね。かわいそうなバスター。スカウトだ。次はスカウトの番。とても嬉しそう。
わあすごい、ジャグリングをしてるよ。よくできたね、スカウト。あらまあ、バスターはまだ緊張してる。観客が見てる中、ステージに上がるのが怖いんだね。やった、スカウトの番が終わって、次はバスター。あらら、でもバスターはステージに上がりたくない。ママはバスターのことが心配になってきた。ステージには誰もいない。ママに考えがあるみたい。これは何？ママがステージにバスターにおいでって誘ってる。一緒に演じるんだね。バスターが来たよ。素晴らしいクリスマス、素晴らしいクリスマス、素晴らしいクリスマス、良いお年を、良い知らせをバスターから。素晴らしいクリスマス、良いお年を、メリークリスマス。よくできました、バスターとママ。綺麗な歌をありがとう。やあバスター。おやおや、バスターはとっても気分が悪そう。やあスカウト、スカウトは一緒に遊びたいんだね。今日のバスター、遊ぶ元気がなさそう。とても気分が悪いの。急いでスカウト、助けを呼んできて。かわいそうなバスター、誰でも時には病気になるよ。見て、バスターを見てもらうためにスカウトが救急車のアンバーを連れてきたよ。いい考えだねスカウト、アンバーならバスターをまた元気にしてくれるはず。救急車のアンバーはバスターがガレージに戻るのを助けてるよ。バスターのどこが悪いのかアンバーに見つけてもらおう。まずバスターのタイヤをチェックするよ。あ、見て、このタイヤ空気が全部抜けてる。空気を入れなきゃ。ほら入ったよ。バスターは少し気分が良くなったみたい。あれ、でもまだ少し元気ないみたい。あ、そうだ、温度計でバスターの温度を調べよう。良くないねバスター。アンバーはバスターのエンジンを調べるよ。大変、バスターからオイルが漏れてる。それは気分が悪くなるはず。アンバーはスパナーで修理するよ。大丈夫バスター、すぐ終わるよ。あと何回か回すだけ。はい、できた。よくやったねアンバー。もういつものバスターに戻ったみたい。もう元気になったから遊べるよバスター。とても嬉しそう。これこそみんなが知ってる大好きなバスター。アンバーはもう帰る時間。バイバイアンバー、バスターのお世話をしてくれてありがとう。スカウトとバスターは遊びに行くよ。バイバイ。バババスはバスター、スカウト、バンディットを森へキャンプに連れて行くよ。キャンプサイトを準備しよう。まずテントを立てるよ。パパがやり方を教えてあげてる。テントが飛ばされないようにペグを打ち込んでる。見て、テントをしっかり固定してる。わあ、できたね。パパが火を起こすための枝を集めてる間に、バスターたちはテントを立てる。今の何？バンディットがマシュマロを持ってる。おいしそう。しまった、バスターはペグをしっかり打ち込まなかったんだね。テントが飛んできたよ。前が見えない。気をつけてスカウト。そんな、テントが飛んでく。バスター取り戻せるかな。スカウトとバンディットが助けに行く。頑張れバスター、君ならできる。よかった、地面に落ちたね。そんな、またパパバス気をつけて。おっと、枝が飛んでっちゃったよ。
大丈夫だった。さあもう一度テントを立てよう。バスター、今度はちゃんとペグを全部打ち込もうね。よくできました。パパバス、今度は何をするの？わあ、マシュマロを焼いてる。うん、美味しい。なんて楽しい一日。うん。やあバスター。わあ、見て、アメリカの砂漠にいるよ。カウボーイの帽子までかぶっちゃって。金色の星をつけてる保安官だね。見て、投げ縄だ。上手だねバスター、これで君も立派なカウボーイ。テリーだ、帽子を傾けて挨拶しなよ。テリーはあまり嬉しそうじゃないね。待って、バンディットバスだ。背中に乗ってるのは何？袋だ。キャンディーショップに盗みに入ったんだね。なんて悪いやつ、捕まえなきゃバスター。急いで逃げていくよ、追いかけるんだ。起きて保安官、泥棒が逃げてるよ。二人は線路の横を走ってる。急いでバスター、バンディットを逃がしちゃいけないよ。バンディットが列車の通勤の前を飛び越したよ。列車が通り過ぎるのを待とう。どこに行った？しまった、逆方向に行ってる。なんてずる賢い。追いかけてバスター。バンディットはサボテンに迷い込んでバスターから逃れようとしてる。トゲに気をつけてバスター、刺さるととっても痛いよ。あと少し。危ない。バスター大丈夫？大変、サボテンでタイヤがパンクしちゃった。どうしよう、タイヤがパンクしてちゃ追いつけないね。待って、この手があった。投げ縄、よくめがけてバスター。1、2、3。お見事、よくやったね。バンディットを捕まえたよ。パトカーのオーティスも来たよ、喜んでる。よし、バンディットはもう牢屋の中。バッチまでもらったんだね、保安官バスター。わあ、冒険いっぱいの夢だったねバスター。楽しい一日を。夜が来て、バスターのいとこのバンディットが泊まりに来たよ。ワクワクするね。まずはおやつの時間。ママが戸棚からクッキーを出すよ。バスターとバンディットはクッキーが大好き。1枚ずつ、はいどうぞ。おいしい。ママがクッキーを元に戻すけど、バンディットは場所を覚えてる。バンディットとバスターは一緒に楽しく遊んで夜を過ごしたよ。でももう寝る時間。まだ起きてたいけど、ママがダメだって。バンディットに何か考えがあるみたい。みんなはぐっすり寝てる。あれ？どうしたの？バンディットが起きたよ。バスターも。二人はこっそり1階へ降りる。ああ、バンディットはクッキーを取るつもりだね。それはいけない。おっと、音が聞こえたママ、二人を見つけたよ。ママは二人にとてもがっかりしてる。クッキーを取っちゃいけなかったね。でも小さなバスたちはとても反省してる。言われた通り、すぐにベッドに戻ってる。次の日の朝、ママは二人に栄養満点の朝ごはんを作ったよ。バスターとバンディット、クッキーはもういらないね。とっても美味しそう。見て、バスのバスターだ。気持ちのいい朝。今日は何をするのかな。あれは何？種？わあ、バスターは野菜や果物を育てるつもりだよ。バスターは野菜畑に行って説明書を読む。まず種を植える穴を掘らなきゃいけない。バスターは土を掘り始めたよ。あらら、これじゃ時間がかかりそう。
でも見て、ディグリーだ。ディグリーなら助けてくれるね。掘るのが得意だもの。友達をいつも助けてもくれるしね。ディグリーならすぐに穴を掘ってくれる。ほらね、もうできた。バスターは穴に種を植えて、ステップ2を見る。お日様、種が育つためにはお日様の光がいる。でもあらら、今日は曇り。でも見て、熱気球のモンティだよ。モンティならきっと助けてくれる。ね、モンティが雲を向こうにやってくれたから、種から芽が出たよ。ステップ3。雨？またモンティの出番みたいだね。雲の上でジャンプして、完璧。あとは種が育つのを待つだけ。何日も待つと、植物は大きくなる。また天気のいい朝にバスターはカレンダーをチェックする。今日だ。見て、赤いトマト、オレンジのかぼちゃ、黄色いトウモロコシ、緑の豆、紫色のナスビ。よくやったね、バスター。バスターが育てた色鮮やかな野菜や果物を見て、友達と一緒に食べられるね。バスターとママはハロウィンに向けてお家の飾り付けをしてる。でも、かぼちゃが足りないよ。こっちでかぼちゃ売ってるみたい。バスターとおじいちゃんはかぼちゃを買いに行く。わあ、たくさんのかぼちゃ。バスターはこの大きいのが欲しい。おじいちゃんはかぼちゃに顔を彫ってジャックオランタンを作るよ。目、口、鼻。おや、バスターが何か見たよ。シーツ？うわあ、バスターがお化けのふりをしておじいちゃんを脅かしたよ。そのせいでかぼちゃが転がっていっちゃった。そんな、道路に向かってる。ふう、ぶつからなかったね。急いで、バスターとおじいちゃんは逃げるかぼちゃを追いかける。バスター、あとちょっと。ああ、ディグリーが壁を作ってる。あらまあ、ディグリーはかぼちゃにびっくり。また転がってる。遊んでる場合じゃない。追いかけないと。かわいそうなおじいちゃん。息切れしてる。かぼちゃを捕まえるのはバスターにかかってる。急いで、かぼちゃは池に向かってる。バスターはかぼちゃに向かってジャンプ。さすがバスター。かぼちゃはちょうど玄関の外に。ふう、よかったね。ママもとても嬉しそう。バスターとおじいちゃん、お疲れ様。さあみんな、魔法使いバスターのお話が始まるよ。バスのバスターだ。魔法の森を走ってるみたい。でも待って、道の脇にあるこれは何？呪文の本だ。わあ、これを使えばバスターは魔法が使えるね。見て、町の広場にスカウト、テリー、ジェシーがいる。バスターは魔法を使ってみるんじゃない？さあ、何ができるかな。わあ、魔法使い帽子。バスターは本当に魔法を使ってる。バスターはテリーを手伝うのにどんな魔法が使えるかな。アブラカダブラ。わあ、花が伸びたよ。すごいね、魔法使いバスター。本の中には他にどんな魔法があるのかな。蜂の魔法？あ、見て、バスターはスカウトを蜂にしたよ。飛び回ってとても楽しそう。ジェシーも飛びたいみたい。どんな魔法がある？シャボン玉？いいね、ジェシーはシャボン玉の中に浮かんでる。よくできたね、魔法使いバスター。あ、見て、バスターはとても眠たそう。お昼寝の時間かな。あれれ、
何か変だね。大変なことになってる。急いでバスター、全部元通りにしなきゃ。早くバスター。魔法は全部解けたね。でも友達はバスターのしたことに嬉しくなさそう。バスターは呪文の本を見つけた場所に戻してる。これで魔法使いバスターのお話は終わり。バスターとおじいちゃん、お買い物に来た。何でもある、たくさんある、スーパーへ行こう。見て、バスのバスターと車のスカウトがサッカーをしてる。バスターがシュート、ゴール。よくやったね、バスター。さすが。わあ、サッカーバスだ。大型バスのサッカーチームでプレーしてる。バスターにチームでプレーしないか誘ってる。でも、あらまあ、バスターは恥ずかしがってる。スカウトが説得してバスターはやってみることにする。明日は大きな試合。スカウトはバスターのことを誇りに思ってるけど、バスターはまだ緊張してる。その夜、バスターはガレージですやすや寝てる。バスターはバスのサッカーチームでプレーする夢を見るよ。試合は始まったけど、あらまあ、バスたちのプレーは荒い。バスターがキーパーになる。守ろうとするけど、ああ、サッカーバスたちはがっかり。かわいそうなバスター、一生懸命頑張ったのにね。ただの悪い夢だった。でもバスターはチームでプレーすることがもっと不安。でもスカウトが精一杯応援するよ。バスターなら大丈夫。スカウトが分かってる。試合の始まり。ロビンが笛を吹いて試合が始まった。そんな、赤いバスが怪我をしたよ。もう試合ができない。バスターの出番。行くんだバスター、君ならできる。バスターがボールを蹴って試合が続行する。バスターはキーパーになるよ。青いバスがシュートして、バスターがブロック。よくやったねバスター、とても上手。やったー、楽しかったね。学校の校庭での晴れた一日。バスターとスカウトは一緒にお絵描きをしてる。おっと、二人とも青いクレヨンを使いたいみたい。バスターが取ったよ。今度はスカウトが取り返そうとしてる。バスターとバンディットはみんなでできる楽しい遊びを思いついたよ。想像の世界へゴー。
泥棒ごっこ。バスターとバンディットが泥棒になって、アッシュとスカウトは泥棒を捕まえる警察。はじめ、さあ追いかけて。バスターとバンディットは二手に分かれてる。おっと、バンディット、行き止まり。でも待って、考えがあるよ。バンディットはどこに行ったんだろう。ちょっと待って、箱が動いてる。急いでアッシュ、捕まえて。バスターがなんとから飛び降りたよ。逃げろバスター。バスターとバンディットは逃げ切れるのかな。もう少しで捕まりそう。わあ、前を見て。バスターとバンディットは牢屋に突っ込んだよ。警察スカウトとアッシュの勝利。バスター、もうクレヨンを譲るとき。面白かった。なんて楽しい遊び。これでスカウトは絵を完成させられるね。バスターとバンディットはもう自由。みんな、とても楽しかったね。やあ、バスターとディガー。大きな砂のお城を作ったね。カモメのサンディ、気をつけてサンディ。お城の上に泊まると。あらまあ、かわいそうなディガーとバスター。あっちへ行けサンディ、やんちゃな鳥。何を見つけたのバスター。砂から赤い色をした形が突き出てる。なんだろうね。さすがディガー、三角だ。いいもの見つけたね。ねえ見て、サンディが黄色い形も見つけたよ。円だ。まだ何かあるかなサンディ。もう一つ、これは青いよ。早く掘り出して。正方形だ。四つの辺があるね。わあ、たくさんの形がある。三角、円、長方形、六角形。サンディ待って。またやっちゃった。ちょっと待って、バスターは何か考えがあるみたい。バスターとディガーは形を集めてるよ。何をするんだろう。積み上げてる。タワーを作ってるみたい。あとは最後の一つをてっぺんに置くだけ。そうそうバスター、そーっとそーっと。完璧。すごいね、バスターとディガーは形を使ってタワーを作ったよ。なんていい考え。これでまた砂のお城に取り掛かることができる。見て、サンディが止まっても崩れない場所ができたよ。よくやったねバスター。バイバイバスター。またねディガー。今日は雪が降ってる。バスターは外で遊ぶのが待ちきれない。雪で遊ぶのはとても楽しい。一番は雪合戦。ディグリーとスカウトがチームになった。バスターはチームメイトがいるよ。見て、バンディットだ。バスターのチームに入れるね。でもバスターとバンディットは仲が良くない。雪玉を投げるよ。バスターとバンディットは丘の後ろに隠れてる。バスターはこっちに行きたいけど、バンディットはあっちに行きたい。あらまあ、意見が合わないね。チームに慣れてない。バスターは木の間を行ってる。でもスカウトに見つかったよ。気をつけて。あらまあ、バンディットはフェンスの後ろに隠れてる。バスターとバンディットはうまくいかないね。でも見て、スカウトとディグリーは協力し合ってる。そうそう、
バスターとバンディットは勝ちたいならチームとして協力しなきゃ。ビュン、行くよ。やったね。これこそ雪合戦。チームで協力するともっと楽しいね。今雪玉を投げたの誰？おじいちゃん？そうだね、数が多いともっと楽しい、ね、バスタードライブにはもってこいの日だね。空には雲一つないよ。バスターは橋を渡る。待って、気をつけてバスター、橋にひびが入ってる。そんな、橋が崩れちゃった。最悪の事態、橋がないとみんな川を渡れない。でも待って、バスターは何かを見つけたよ。木の板とテープ。バスターに考えがあるみたい。何をしてるんだろう。見て、バスターはたくさんの木の板をテープでくっつけたよ。よくできたね。ああ、木がバラバラになっちゃった。これはダメみたいだね。でも待って、誰だろう。蒸気船のカトリーナだ。手伝ってくれるかな。カトリーナとバスター、二人一緒なら橋を修理できるかもしれない。よくやったね、カトリーナ。これでバスターは木を使って橋を直せる。あれ？トラクターのテリーが川を渡りたいみたい。待たなきゃいけないことに怒ってるよ。心配しないで。バスターとカトリーナがチームになって協力すれば、橋はすぐに直せるよ。バスターは橋を少しずつ修理してる。もっと強い橋になるね。しまった、バスターは川に板を落としちゃった。それでも修理は進んでる。もう少し、橋はもうちょっとで完成するよ。できた、最後の板。お疲れ様。これでテリーは無事に川を渡れるね。バスターとカトリーナ、よくできました。チームで協力すると楽しいね。二人のおかげで橋は真新しく見える。こんにちは、バスター。泥の水たまりで楽しそうに遊んでるね。あちこち泥だらけだよ。これは誰かな？テリトラクターだ。バスターよりは慎重みたいだね。バスターは水たまりの中を走ってとても楽しそうだね。危ない！テリトラクターの方に向かってる。ああ、危なかったね。気をつけてね、バスター。水たまりは滑りやすいよ。あらま、テリトラクターが少し怒ってるみたいだよ。また行ったよ。今度は注意して走ってね、バスター。危ない！あらま、バスターがハマっちゃった。おっちょこちょいだね。どうするんだろう。日が暮れて暗くなってきたね。バスター大丈夫だといいんだけど。みんな見て、テリトラクターだよ。助けに来てくれたんだ。でもちょっと不機嫌そうだね。テリー、お願い、バスターを助けて。押してあげるだけでいいから。できるかな。1、2、それやった。ありがとう、テリー。やれやれ、テリートラクターがいてくれて本当によかったね。バイバイ、テリー。バイバイ、バスター。一日の始まり、バスターは学校へ行く時間。ディグリーだ。二人は一緒に学校に行くよ。学校まで競争。ビューン。どっちが勝つかな。わ、道路に小さなアヒル。気をつけないと。アヒルのママだ。子供たちと一緒に道路を渡ろうとしてる。危ない、テリーが来たよ。先生も来たよ。困った。ふう、ありがとう、ディグリーとバスター。アヒルの親子は無事に道路を渡れるね。そっか、あの池で泳ぐんだね。そんな、アヒルの子供が道路に戻っていってる。さすがバスター。
ヒルたちは道路の上を渡ってるね。バスターとディグリーはみんなが安全に渡れるよう手伝ってあげてる。アヒルのママも渡るよ。お手伝いよくできたね。でもテリーと先生は遅刻しないよう早く進みたい。でも待って、バスターに考えがある。あれれ、ペンキで何をしてるの？虹色のしましま？標識まで。アヒルの横断歩道だ。これでアヒルの家族はいつでも安全に道路を渡ることができるね。先生が来た。二人に急ぐよう言ってる。遅刻しないよう、もう学校に行った方がいいね。みんなよくできたね。とても晴れた日。見て、イグリーとシージェがいるよ。シージェのミキサーに水を入れてる。何してるんだろう。見て、マスターとスカウト。なんて暑い日。涼しくする方法はないかな。うわぁ、ディグリーとシージェがいろんな色の水風船を作ってる。バスターとスカウト、何か思いついたみたいだね。2人はディグリーとシージェを水風船の遊びに誘ったよ。準備はいい？スタート。バスターとスカウトは何するつもりだろう。見て、ディグリーとシージェが2人の後についてきたよ。バシャ。ああ、スカウトに当たっちゃった。撃中。面白くなってきたね。茂みに隠れてるのは誰だろう。スカウト。危機一髪で避けたね。さすがスカウト。シージェの2度目の挑戦。見て、バスターが来たよ。バスターは後ろからシージェに風船を投げる。急いでバスター。しまった。シージェとディグリーはバスターとスカウトを隅に追い詰めたよ。何をするつもりだろう。あ、傘だ。バスターにいい考えがあるね。シージェとディグリーは狙って投げる。でもバスターは傘でブロック。とてもいい考えだね、バスター。そんなディグリーとシージェがまた風船に水を入れてる。うわー、なんて大きな風船。バスター困ったね。うわー、さすがバスター。とても楽しかったね。バスターだ。起きる時間。とても天気がいい日。見て、ママがバスターに朝ごはんを作ってくれたよ。ジャムトースト、バスターの大好物。おっと、バスターはおもちゃを踏んじゃった。大丈夫、ママのキスでよくなるよ。ほらね。バスター外にサッカーをしに行くよ。楽しそう。バスターは公園でスカウトと遊んでる。ナイス、スカウト。でもしまった、サッカーボールが木にはまっちゃった。でも見て、ママがボールを落としてくれたよ。さすがママ、これでまた遊べるね。これは何？ママとバスターは絵を描いてる。一緒に絵を描くの楽しいね。見て、お日様に顔。でもあら、まあ、バスターは眠たい。とても忙しい一日だったね。もうバスターの寝る時間。まずママはバスターにお話を読むよ。あらまあ、おやすみバスター。ママと遊んだ一日、とても楽しかったね。
ママはやっぱり世界一。わあ、バスターは友達とハロウィンのトリックアトリートをしたんだね。バスターはバケツの中にたくさんの美味しそうなお菓子を持ってる。あ？おじいちゃんが甘いものを一度にたくさん食べちゃいけないって注意してる。バスターは自分の部屋へ。誰も見てないから。うん。お菓子を好きなだけ食べてる。痛い。とっても痛かった。あらまあ、バスターの歯がグラグラしてる。どうしよう。あ？ママがバスターを呼びに来たよ。夕飯の時間。でもバスターは歯を隠してる。誰にも知られたくないんだね。夕食ができた。たくさんの美味しそうな野菜。あ、でもバスターは食べたくない。あは。ママはバスターがどこか痛いことに気がつく。バスターはママに歯を見せる。ああ。おじいちゃんは何をすればいいか知ってる。バスターにトウモロコシをかじるように言うよ。見て、バスターの歯が抜けたよ。痛くなかったね。バスターはもう元気。もう寝る時間。ママはバスターに抜けた歯を枕の下に置くように言うよ。寝てる間に歯の妖精が取りに来るんだって。次の日の朝起きたバスター。うわ、大きな金色の星。バスターは誇らしげに星をつけるよ。歯がグラグラしても心配いらないってもう分かったね。やあバスター、また楽しい一日になりそうだね。あ、バスのバンディットだ。気をつけてバスター、ぶつかっちゃう。待って、どうしちゃったの。空中に浮かんでる。すごいねバスター。ん？飛べるんじゃない。わあ、スーパーヒーローになったね。とっても速い。スーパーバスターだ。ヤッホー。なんだろう、パトカーのオーティスだ。トンネルの中で何を探してるのかな。あ、バスのバンディットだ。何してるんだろう。また悪さを働いてるね。しまった。バンディットは石を落としてオーティスをトンネルに閉じ込めたよ。バスター、助けなきゃ。バンディットを逃がしちゃいけない。あの石はとても重そうだね。大丈夫バスター、君はスーパーヒーローだから、きっとオーティスを救えるよ。目から光。わあ、レーザービームだ。よくやったねバスター。オーティスはもう自由。さあ、悪者のバンディットを捕まえて。いたよ。また悪さをしてるみたい。気をつけてスカウト。かわいそうなスカウト。スーパーバスターが来たからにはもう逃がさない。バスター、バンディットをやっつけるんだ。スーパーバスターにはバンディットも及ばない。きっといたずらをやめるはず。バスター、あとはスカウトを池から助けるだけ。バンディットを見て、池にはまってる。ああ、ただの空想だった。先生は呆れてるね。バスターは何を見つけたのかな。遊び場だ。すごいね。あっちを見て、スカウトとディガーが橋を作ってる。スカウトがちょうど下をくぐられるね。あれは何？ボールプールじゃない？やっぱり。バスター、あれやりたいんでしょ。わー、ナイスジャンプバスター。見て、ブルドーザーのビリーだよ。トランポリンで跳ねてる。とても楽しそうだね。わー、ディガー、猿渡りが本当に上手だね。その調子。ビリーはどうして形を運んでるんだろう。そうか、ディガーが着地するためなんだね。上手な着地だったねディガー。おっと、スカウト気をつけて。
バランスを取るの難しそう。すごいね、スカウト、さすが。位置についてよーい、ドーン。どっちが勝つんだろう。いい勝負だね。スカウトが先。よくやったね、スカウト。次はきっと勝てるよ、バスター。とても楽しそうだったね。ディガーがかくれんぼをしようって、いい考えだね。じゃあバスター、みんなが隠れる間に数えて。なるほど、スカウトとビリー隠れるのにいい場所だね。ディガーはボールプールに隠れてるよ。ビリーは滑り台の上。もういいかい。みんなを見つけるんだ、バスター。どこかな。そこじゃない。心配しないで、バスター、きっと見つかるよ。諦めないで。ビリーがいた。よく見つけたね、バスター。残るは2人。これは変だな。スカウトがいた。よくできました。あと1人。ボールプールを見てみよう。あ、ディガーがいた。隠れるのにもってこいの場所だね。とても楽しい遊びだね。今日はバスターの学校で運動会。楽しそう。まず最初は 100m 走。位置について、よーい、ドン。さすがバスター、1位だね。やった、いいレースだったね、みんな。次は高跳び。スカウトが一番手。走って走って。うわー、すごい。バスターはスカウトのジャンプに勝つつもり。行くよ。おっと、大丈夫だよ、バスター。バスターは悔しそう。次はエッグ&スプーンレース。よーい、ドン。バスターは勝ちたくてたまらない。おっと、バスターは走るのが早すぎて卵を割っちゃった。そんな。勝ったのはアッシュ。頑張ったね、アッシュ。バスターは負けたことに納得できない。勝ちたくてしょうがなかったんだね。バスターはとても落ち込んで、みんなとサッカーをしないって。とても楽しそうだよ、バスター。バスター、勝つのもすごいことだけど、大事なのは楽しむことだよ。やった、これでみんなで楽しく遊べるね。メダルが渡されるよ。バスターは3位、アッシュが2位、そしてスカウトが1位。みんなよく頑張ったね。なんていい。バスターとディガーは何をやってるんだろう。わあ、誰が描いたの。アイスクリームが食べたいんだね。ディガーなんて大きなアイスクリームコーン。あ、アイスクリーム売りのイギーが来た。バスターとディガーはイギーの助けを借りて巨大なアイスクリームを作りたいみたい。何があるかな。チェリー、とても美味しいよね。これにしよう。見て、たくさんのアイスクリーム。次は青いアイスクリームがいるよ。ブルーベリー、最高。とても美味しそうだね、バスター。次は黄色だから、バナナ、持ってこいだね。まだ欲しいの。これを最後にしなきゃ大きくなりすぎちゃうよ。リンゴだ。きっと美味しくなるね。最後だよ。頑張って、イギー。アイスクリームちょっとぐらついてるね。気をつけて運んでね、ディガー。バスターとディガーが作った誕生日のお祝いを見せようと、ロビンがスカウトを呼びに来たよ。スカウト、ロビンについて行って。ハッピーバースデー、スカウト。今まで見たこともない巨大なアイスクリーム。おっと、ディガー、気をつけて、スカウト。
危なかったね。さあ、ろうそくを消してスカウト。じゃあみんなで食べよう。やっぱりアイスクリームは美味しいね。わあ、バスのバスターは急いでるみたい。どうしたんだろう。消防車のアシュリーだ。バスターはアシュリーの助けがいるんだね。すぐに助けに向かうアシュリー。大変、家が燃えてる。アシュリーはホースを使って火を消せる。アイスクリームトラックのイギーが来たよ。アシュリーは火を消したね。ご褒美に美味しいアイスクリームを食べたらどう？あ、見て、列車のスーキーだ。他の上まで急いで木の箱を届けてる。何が入ってるんだろう。パトカーのオーティスだ。箱の中身が安全なものか確認しなきゃいけない。何も問題なさそうだね。今度はブルドーザーのドーザーが道路で箱を運んでる。わあ、とても大きな丘だね。ドーザーは箱を離しちゃった。気をつけてオーティス。あらまあ、救急車のアンバーが来たよ。オーティスが大丈夫かどうか確かめてもらえるね。困った、オーティスのタイヤはパンクしてる。運がいいことにアンバーが今すぐ直してくれるよ。ジープのジェシーが丘を登ってる。気をつけて、箱が丘を転がり落ちてる。急いで、ジェシーは箱が小屋にぶつかる前にキャッチしないと。ふう、よくやったねジェシー。危機一髪。見て、箱はバスターにぶつかったよ。わあ、中身はクマのぬいぐるみだったんだね。ああ、よかった。あ、バスのバスターだ。今日は何をするのかな。何これ、看板を見てみてよバスター。あのタイヤピカピカで新しいね。バスターも新しいタイヤを買うときかもね。出発。見て、ジープのジェシーがいるよ。坂を登るの大変そう。あ、バスターが来た。かわいそうにジェシー。バスター、きっとジェシーは助けが必要なんだよ。タイヤが地面をグリップしてないみたい。もうすぐだよジェシー、諦めないで。ああ、バスター、タイヤが欲しいのはわかるけど、友達のジェシーは助けを必要としてるよ。危ない、ジェシーが後ろへスリップしてる。さすがバスター、ジェシーを助けに戻ってきたんだね。とっても優しいね。あれれ、ジェシーのトレーラー何かがおかしいみたい。トレーラーに押されて坂をものすごいスピードで下ってる。ジェシーはコントロールできない。急いでバスター、助けてあげないと。大丈夫だよジェシー、バスターはもうすぐ来るよ。バスター、その調子。トレーラーがひっくり返らないよう捕まえてて。まずい、お店が見える。ぶつかっちゃう。いい考えだねバスター、ブレーキでジェシーの速度を落とすんだ。危なかったね。よくやったバスター。それに見て、欲しかったピカピカの新しいタイヤ。かわいそうなジェシー、タイヤがボロボロだね。バスター、君よりそのタイヤを必要としてる人がいるよ。その通りバスター、ジェシーこそ新しいタイヤが必要なんだ。よかったねジェシー、もうトレーラーを引いても大丈夫。坂を登るのもこれで楽々。バイバイバスター、バイバイジェシー。ひどい、バンディットバス、パトカーのオーティスを道から押し出したよ。でも見て、スーパーバスターだ。オーティスを助けて勝利するためにやってきたよ。オーティスは崖から落ちそう。でもバスターが飛んでいって助けることができる。オーティスは助かった。よくやったねスーパーバスター。スーパーバスターは飛び回って友達を助けることが大好き。やあ、熱気球のモンティ、動けなくなっちゃったみたい。わあ、スーパーバスター、レーザーアイビームでモンティを助けたよ。よくやったね。あ、またあのずる賢い悪者バンディットバスだ。悪さをしようとしてる。スーパーバスター、やつを見つけて止めるんだ。バスターはとても楽しんでる。スーパーヒーローになってマントをつけて空を飛ぶのが大好き。
見て、バンディットだ。よくやったね、スーパーバスター。バンディットを見つけたね。しまった、バンディットは逃げようとしてるよ。スーパーバスターは飛んで追いかけてる。急いでバスター、逃がさないように。あと少し。君ならできるバスター。バンディットバスはとても速い。バスターはスーパースピードを使ってバンディットを捕まえるよ。そんなバンディットはバスターに挑戦してる。頑張ってスーパーバスター。君ならバンディットに勝てる。やったねバスター。勝ったよ。でもどうやらバンディットは君の助けが必要みたい。スーパーバスターはみんなを助けるんだ。またスーパーバスターの勝ち。見て、オーティスが帰ってきた。あのいたずら者のバンディットを懲らしめてくれるね。やった！スーパーバスターの勝利。今日は晴れた日。パパバスはバスターをビーチに連れていくよ。バスターはママバスにバイバイして、さあ出発。やった。でもそんな、オーティスに止められたよ。通行止めだって。バスターはとてもがっかりしてる。でもパパに何か考えがあるみたい。湖だね。代わりに魚釣りができるよ。でもバスターはビーチに行きたかったからがっかりしてる。パパは魚の釣り方をバスターに教えてあげる。うわぁ、今度はバスターの番。バスターは楽しんでない。釣りはビーチみたいに面白くないね。パパはどうしてそんなに楽しそうなの？待って、何かがパパの竿にかかったね。なんだろう。うわぁ、パパが大きな魚を捕まえたよ。大きすぎる。パパだけじゃ引き上げられなさそう。バスターが手伝う。気をつけてバスター。おっと、二人とも水の中。魚はそれを見てとても楽しそう。バスターとパパはそう簡単に諦めない。二人に考えがあるみたい。魚が水の中を泳いでる。パパが釣り糸を投げ入れると、魚がまた引っ張る。二度目の勝負だね。見て、バスターが水に浮かんでる。よし、捕まえた。バスターが網で魚を捕まえたよ。さすがバスター。パパはとても感心してる。よくできたね、バスター。魚はどこかへ泳いでいく。またね、お魚さん。魚釣り、とても楽しかったね。バスターは学校へ行く時間。お弁当を忘れずに。スカウトだ。遅刻しないようにね。これは誰？小さな消防車？バスターが挨拶してる。学校で先生からお知らせがある。アッシュ君、新入生だよ。これからクラスの一員になるって。アッシュは挨拶してくれたバスターのところに行ってる。新しい友達がすぐにできてとても嬉しそう。今日みんなは注射について学ぶよ。先生が正しい注射の仕方をみんなに見せてる。今度はみんなが実際にやってみる。スカウトはできたね。バスターは、あ、アッシュ、新しい友達のすごく近くにいる。バスターについて回ってるよ。バスターが注射しようとしてることに気がついてないね。あらまあ、アッシュはバスターを少し怒らせちゃったみたい。バスターにはスペースが必要だったのに、アッシュにはそれがわからなかったね。休み時間、バスターとスカウトが遊んでる。ああ、かわいそうなアッシュには一緒に遊ぶ友達がいない。でもバスターとスカウトに考えがある。アッシュは二人と遊べばいいね。
もうみんな友達だもの。3人は一緒に遊んでる。わあ、ナイスシュート、アッシュ。新しい友達っていいね。